でも激辛ジョニウス、今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。それということで、今回ですね、まあ、先日緊急事態宣言が出されたということで、まあね、ちょっとお家で過ごす機会とかも多いかなと思うんでね、そんな皆さんにお家で楽しめる激辛料理を紹介したいかなと思います。はい、で今回ね、もうあるんですけども、今回はですね、激辛赤い唐揚げ、赤丸唐揚げ、唐揚げ宅配専門店さんというね、ところですね。もう珍しいですね、宅配専門店さんです。激辛唐揚げの宅配専門店さんなんですけども、冬といったらね、寒いよね、もう参っちゃいますよということで、冬はね、鍋を食べて温まろうということで、今回このね、激辛鍋、今回もね、この辛さレベルが選べるんですけれども、それぞれちょっと辛さレベルをチョイスして、選びました。これがね、辛さ旨辛の豚の鍋の旨辛、こちらが鶏肉の、大辛で、こちらがまた豚肉の激辛になります。これもね、唐揚げもこちらね、1から3から5からということで、はい、このね、辛さレベルがちょっとこっちに行くほど辛くなってる仕様になります。はい、まあ、今回はね、これを、ちょっと、ね、美味しく食べて、汗流しながらこの寒い冬を乗り切ろうかなと思うんで、早速行っていきたいかなと思います。レッツゴー、フォー。はい、ということで出来上がりました。はい、こちらね、もう熱々でちょっと火傷しちゃいましたけど、これね、あのガスコンロで温めて、グツグツ煮てすぐできるだけなんでね、簡単簡単、これで生が食べれちゃうということで、それでは冷めないうちに食べましょう。いただきます。ということで、じゃあね、まずこっち鍋、熱々のうちに食べましょう。旨辛、大辛、激辛のうちに旨辛の豚をちょっといただきます。はい、ちょっと腹減っていいかな。はい、いただきます。いきなり辛いこっちね、はい、こっちね、旨辛の豚から、はい、ちょっといただきます、いただきます。うまそう、優しいね、キムチチゲみたいな感じだね、旨辛。辛いの苦手な方でね、この旨辛、マイルドな、辛さで非常に食べやすいかなと思います。はい、はい、こちら鶏肉大辛、大辛になると結構辛さ増しますね、うん、辛い。聞いた話によるとね、この旨辛、大辛、激辛とね、辛さが上がっていくにつれて、こう使ってる唐辛子はこう変わってくるということでね、辛さがだいぶ変わってきますね。肉団子、汗やばくないですか。ものすごい破壊力だ。大辛でも十分満足できる辛さですね。そして激辛問題の、ちょっと怖いからスープからいこう。使って唐辛子が変わってくるんで、かなりパンチが効いてます。しかしうまい、汗が止まらない。そしたら唐揚げいきましょうか。唐揚げ、これ一からの唐揚げいただきます。お肉プリプリで美味しいですね。こちら三からの唐揚げです。いきます。うまい、辛い。激辛唐揚げ専門店というだけあってね、唐揚げこれ一押しです。唐揚げ定食みたいなのもこれあるんでね、非常にこれご飯との相性もバッチリです。
そしてこちら5からマックス。この激辛はこの旨辛の10倍ぐらい辛いわ。後悔すら覚える、そんな辛さだ。辛かった、激辛、食べました。ちょっとでもこれお腹いっぱいなんで、これ旨辛豚と大辛の鶏はちょっと夜ご飯にとっておきたいかなと思います。はい、ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表したいと思います。赤丸唐揚げの赤丸鍋、辛さ激辛、辛さレベルじゃららじゃん、辛さレベル 8.5 です。おめでとうございます。まあ、辛さ旨辛の方に関してはね、マイルドな辛さで、まあ、豚キムチ鍋みたいな感じでね、マイルドな感じでしたけども、最後のこの激辛、これね危険よ。宅配の激辛だからといって舐めちゃいかんと、もうね僕の汗が物語ってますように、もう本当に辛くてね、この辺が結構こうガーッと染みてきました。というわけで今回ね、赤丸唐揚げの、鍋と唐揚げやってきましたけれども、詳しい、詳細はですね概要欄に、リンクを貼り付けてますんで、そちらの方からね注文等々、やってみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。いい汗かいた。